はい、ちくわです。今回は以前ご紹介した GGGGG というねゲームが無料で NFT を提供してくれるとこういう情報が入りましたのでご紹介していきたいと思います。で、こちらのゲームは2023年のリリースを予定しておりまして、現在はまだプレイすることができませんのでご了承ください。はい、でこちらがね、GGGGG の公式サイトになるんですけれども、まあ、こちらのゲームはね、ここにプレイ画面があるんですけども、まあ、こんな感じでね、シンプルなアクションゲームということで、こうキャラクターをね操作して、移動攻撃必殺技のバトルをしていくと。でこのキャラクターになんかね NFT のこうスキンをつけられるようで、その NFT を今回無料でもらえるとこういうことみたいですね。で100人バトルロイヤルというものがあって、このようにね100人でこうバトルすると、これなんかもうごちゃごちゃですけど、こんな感じのバトルも楽しめるとこういうゲームになっております。で、こちらですね、NFT のミントの価格を発表とこういうことで、フリーミントで NFT を提供と。でミントっていうのは、まあ、簡単に言うと NFT を新たに発行とか作成するという意味ですね。なんで、フリーなんで無料で、NFT を作成しますよ、発行しますよという意味ですね。でなんでじゃあこんなフリーでね、NFT くれるのっていうと、こちらにね、この背景が書いていまして、でまあこちらのゲームは NFT スキンを持っていなくても 100% 楽しめる内容となっており、ブロックチェーンゲームや NFT に触れたことがない方々でも楽しみいただけますと。ただ GGGGG をきっかけにブロックチェーンゲームや NFT を始める人が増えてほしいという思いから、フリーミントでのご提供とさせていただくことになりましたと。ということでね、非常にこう心の広い対応をしてもらいまして、非常にありがたいですね。これでもっとね NFT ゲーム、ブロックチェーンゲームが広がっていけば、もっとね大きく稼いでいける可能性も増えてきますので、非常にありがたいことですね。でこちらにね NFT の概要ということで、 NFT のミントの時期が2023年ということで、来年ですね、来年にミントができると。で一応ね無料ではできるんですけれども、別途ねガス代という手数料ですね発生しますので、こちらは覚えておいてください。で NFT の個数は3456個となっておりまして、要はこのねスキンは世界で3456個しかないというので、このね GGGGG がね非常に人気が出れば、このもらったね NFT のスキンが非常に価値が出てくる可能性もあるとこういうことになります。でねこちらにミントガイドというものもありまして、初めて NFT をねもらってみたいという方もいらっしゃるかと思いますので、その場合はねこちらの方から簡単3ステップということで、ミントまでのね順序を記載されています。まずはウォレットの作成ですね。メタマスクというお財布ですね、仮想通貨のお財布を作成して、そこにお金を入金すると。でこれなんで入金するのっていうと、先ほどの手数料ですね、ガス代が発生しますので、こちらの入金が多少は必要ですよと。でこの状態で NFT をもらうとこういう流れになります。でウォレットのね作成手順からこうずらーっとね書いていますし、私のね動画でもこのメタマスクのね解説方法はご紹介していますので、概要欄の方にねリンク貼っておきますので、こちらから参照いただいても結構です。でウォレットを入金してミントという形になりますね。結構ね詳しく記載されていますので、こちらを見るだけでも初心者の方でもね十分に理解できるかと思います。はい、ということで急遽ですけれどもね、2023年に GGGGG の NFT が無料でミントされますよとこういうところでご紹介させていただきました。
で、こちらのゲームはね、私も非常に注目しているゲームですので、無料でね、NFT もらってみたいと思います。またね、新しい情報が入りましたら、動画にてご報告いたします。はい、それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。